ここは地球とよく似た星。ここでは生活、気温ほとんど変わらない。ただ国民に義務がある。それはそう、ストッキングの着用である。ゴミラディオ TV。 彼らの主な言語はテレパシー。そう、テレパシー。おっとカメラに気づいたようです。彼らの食事は主に柔らかいもの。彼らは硬いものは好みません。今回はヨーグルトを食べるご様子です。非常に美味しそうに食べておりますね。美味しそうですね。そんな彼らは大の綺麗好き。もうある意味潔癖症なレベルで、机の方も掃除するそうですね。綺麗好きですね。どうやら次のご飯はスープのようです。非常に湯気が立っておりますね。どうしたのでしょう。勢いよく食べませんね。あ、非常に美味しそうに食べますね。美味しそうですね。おっとこれはラッキー。感激のポーズを見ることができました。もっと詳しく生態が知りたいですね。って何やねこれ。はい、どうも皆さんもありがとうございました。はい、変な感じでいますけどもですね、ゴミラジオ TV、 この番組がですね、もしよろしかったらですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。僕たちのツイッターアカウント、あとブログの方もですねやっておりますので、そちらの方はですね下の概要欄の方に書いておりますので、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。